日本鹿児島県鹿児島市柳町柳町は、鹿児島県鹿児島市の町。旧薩摩国鹿児島郡鹿児島城下上町柳町、地蔵町。郵便番号は892-0819。人口は1397人。世帯数は859世帯。1967年より、柳町の全域で住居表示を実施している。また、 住居表示実施に伴う、町の再編により町の全部が廃止され、柳町、浜町の一部となっている栄町についても、本校で述べる。鹿児島市の中部、稲荷川の下流域に位置する。町域の北方には、大流町、北方から東方にかけて、春日町、南方には、浜町、西方には、上本町にそれぞれ接している。鉄道は、町域の南端に、 鹿児島駅に接しており、北方向には日報本線、西方向には鹿児島本線がそれぞれ通っている。道路は町域の北部を国道10号が東西に通っている。柳町という町名は、現在の浜町や祇園の巣が埋め立てられる前は、この付近は海岸となっており、海岸線の堤防に柳を植えていたことに由来する。柳町及び境町は、 江戸時代から見える地名であり、薩摩国鹿児島郡鹿児島城下城町のうちであった。江戸時代の栄町は地蔵町と称していた。柳町と築地との間は運河となっており、船だめとなっていた。薩摩藩の国学者である白尾国中によって表された静浅館によると、柳町について以下のように記されており、漁港の様子を呈していたという。 今のヒルジ社の辺を月島と勝負、税より、浜続きに包みありて、柳を割わられぬるほどに、そが、町となりしおば柳町と名付け、あとまた魚屋だけ小魚屋と呼べり、ヒルジ祠の後ろの工事をおろぐちという、これも本は、おろし口にて海に下るのおろしもんなり、しとり朝さ、関明寺時代前期の柳町は、平民が多く住んでおり、町人街であった。明治四年に、江戸時代から、 明治時代初期までの地蔵町は、境町に改称した。境町という町名については、港町のさらなる繁栄を願って命名された。1889年に市政が施行されたのに、伴い、鹿児島城下47町3村の区域より、鹿児島市が設置され、柳町、境町はそれぞれ、鹿児島市の町となった。 1910年3月5日には、柳町で火災が発生し、柳町において57個が全焼する被害があった。大正時代に、堺町に大倉省専売局鹿児島製造所が置かれた。第二次世界大戦中の1945年7月27日には、アメリカ軍の爆撃機によって、鹿児島駅周辺一帯に対しての爆撃が行われ、 鹿児島駅に停車中の列車に爆弾が直撃したほか、柳町に加えて、近隣の車町、恵比寿町、泉谷町にも被害が及び死者420名、負傷者650名を出す惨事となった。第二次世界大戦後の1947年に、日本国有鉄道九州地方自動車部、鹿児島自動車営業所が柳町に営業所を設置した。また、 1951年には、鹿児島市電上町線は、柳町電停から春日町電停まで延伸した。1967年の住居表示実施前後の柳町。赤の破線が現在の柳町、赤色の区域が栄町、青色の区域が柳町、ピンク色の区域が春日町。1962年に住居表示に関する法律が施行されたのに伴い、 鹿児島市は、鹿児島市街地域の住居表示に着手した。1967年11月1日に、上町地区の一部において、住居表示が実施され、住居表示の実施に伴い町の再編が行われた。栄町のうち一部が柳町に、それ以外は浜町に編入された。また柳町に、春日町の一部を編入し、同時に柳町の一部を、 春日町に編入した。これにより、栄町が廃止された。明治時代初期から昭和時代初期にかけての柳町の人口は以下の通りである。ただし現在の柳町とは1967年に町の区域の再編が行われているため、区域が異なる。以下の表は、国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。 JR 九州バス、鹿児島支店市立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。一般国道庁域機の南端から東端にかけて、九州旅客鉄道の鹿児島本線を呼び、日豊本線が南北に通っており、町の境界は鹿児島駅の構内に接している。1929年から1985年まで。 鹿児島市電上町線が町域の北端の道路上を東西に通っており、町域内には柳町電邸が所在していた。ありがとうございます。